旦那の実家でトメと同居するイッチは、多少の不満はありつつもつつがなく毎日を送っていた。だが、ある日突然帰ってきたことめに浮気の汚名を着せられたイッチは、義実家を出ていくことになる。離婚に際して理不尽な要求を突きつけてくる夫一家を、イッチが撃退した方法とは？義士が夫と止めに嘘を吹き込んだせいで居場所を失ったので、家出した結果。極めてひどかった私の夫と止めこ止めのお話です。私は結婚してから夫の実家で暮らしていた。夫には姉が一人いるがすでに結婚して家を出ており、私たちが結婚するときに、お袋が心配だから同居させてほしい。と言われた。止めは伴侶に先立たれて、当時から実家住みだった夫と二人暮らしだった。お年寄りの一人暮らしが心配なのはよくわかる。やはり嫁姑問題その他の懸念はあったが、同居については心よく了承した。琴音は盆と正月以外には家に寄りつかず、私たちは取り立てて問題のない日々を送っていた。しかしある日、嵐が吹き荒れたのです。何の前触れもなく、琴音が実家に現れた。時刻は午前5時半。早朝からチャイムを連打し、眠い目をすりすり出てきた私に琴音は、一言。今日からここに住むから。と言ってずかずか上がり込んできた。あっけに取られる私を玄関に置き去りにして琴音が向かった先は、私の自室。ちょっと何これ、どうなってんの。と一人で騒いでいる。勝手に怒り狂われても意味がわからなくてハテナマークだらけ。そしたら火に油を注いでしまったらしく。ここは私の部屋なのに、あんた何してんのよ。とわめき出した。そういえば確かに、今の私の部屋は結婚前に琴音が使っていた部屋だった。だけど私が嫁いできた頃には琴音は家を出ていて、私に空いたこの部屋を使うよう言ったのは止めだし、その時にちゃんと琴音本人にも確認して使用許可を取ったはずだ。何度か琴音夫婦が泊まりで帰省したことはあったが、普通に応接まで寝ていて、私が部屋を使っているのに文句を言われたことはなかった。なんで今さら？とうろうろしていたら、琴音は私を突き飛ばし、最低な嫁だとぶつくさ言いながらどかどかと足音荒く台所へ移動。スナックパン6本は静かにして食い漁り、応接間のソファにバタン球でいびきをかき始めた。本当に訳がわからなかったけど、とにかく朝っぱらから騒音撒き散らしてしまってご近所に申し訳ない。しかしその大騒音の中でも起きてこなかったのが夫と止め。あの人ら、ほんとマジで寝起き悪いんですよね。毎朝夫を起こすのに一苦労で、仕事がない止めは大抵昼まで寝てる。琴音襲来のせいで時間がなくなってしまったので、とりあえず急いで二人の朝食と止めの昼食を用意し、夫を叩き起こして布団に起き上がらせ、琴音が来てることだけ伝えて慌ただしく家を出た。ちなみにその日、夫は会社を休んだらしい。寝坊して面倒になったから休みますと携帯に連絡が来ていました。中学生かよ。一体どういうことなんだろう。帰ったら琴音が家にいるのか。もし本当に居座るつもりだったらどうしよう。とものすごく憂鬱になりながら家に帰ると、予想通り、というか予想の遥か斜めを行くレベルで事態は意味不な方向に向かっていた。まず、仕事から帰ったら私の部屋が、ない。元私の自室の前に私の荷物がぐちゃぐちゃに放り出されてて、慌ててドアを開けたら部屋中にキムタクロンバケ時代のポスター。机の上には悪趣味なメイク道具とファンシーグッズ、部屋に残されていたのは、睡眠にはこだわりたい私が20万はたいて手に入れたマザーグースの高級羽毛布団のみ。琴音がついさっきまで寝こけてたらしく、乱れまくってよだれの跡がある。何ですか、これは？事情を聞こうにも琴音に聞いてまともな会話ができる気がしなかったので、とりあえず夫と止めを探す。と、見つけた夫は何やら深刻そうな顔をしていて、ちょっとこっちに来てくれ。と呼ばれて応接間に行ったら、同じく深刻そうな顔した止めが待っていた。止めと夫が並んだ向かいに座らされ、何が始まるのかと思ったら、夫が取り出したのはドサドサっと大量の写真。その一枚を見てもうびっくり。目玉が飛び出るくらいって、まさにこういうことを言うんだなって感じ。何が写ってたと思います？二人で腕組んで歩く私と、琴音の夫です。他も全部私と琴音の夫のツーショットで、どれもこれもラブラブ写真ばっかり。そして、扉をバターンと開ける業用紙演出付きで現れた琴音が私を指差し言った。この女、浮気してる。もちろん私にそんなことした覚えは一つもありませんよ。っていうか写真からしてどっからどう見てもコラージュです。イチャコラカップルの写真の体に、私と琴音夫の顔をはめ込んだもので、素人丸出しのチグハグ写真。多分琴音が自分でパソコンで作ったんだろう。あまり写真が見つからなかったらしく、同じ顔の私があっちこっちの写真に登場してた。しかし、怒りのあまり頭が回らないのか、それともただのアホなのか、止めと夫は写真を信じ込んでいる。姉貴の旦那と浮気なんて、ふざけるな、何を考えてるんだ。あなたがそんな人だったとは思わなかった、ご先祖様に顔向けできない。姉貴に悪いと思わなかったのか、この恥知らず。本当に一族の恥よ、ご近所さんに顔向けできない。
顔を真っ赤にして怒る夫、顔を真っ青にして泣く止めに行きよう。いや、私の話聞いて。これ、コラージュだよね。わかるよね。って言ってみたけど。じゃあ何か、姉貴が嘘言ってるっていうのか。バカなことを、琴音ちゃんが嘘言うはずないじゃない。と今度は二人揃って顔を真っ赤っかにして怒り出して、こりゃダメだ、話通じる気がしない。琴音ちゃんに手をついて謝りなさい。そうだ、そして浮気女は出ていけ。琴音ニヤニヤしながら傍観。って、これだけ家に尽くしてきた私よりも琴音第一の二人が心底嫌になった。身に覚えがないので謝る気はありません。でも、お望み通りこの家は出ていきます。と告げて放り出されていた中から必要最小限の荷物をまとめ、お世話になりました、では、と言い置いてさっさと出てきた。とりあえず今は実家、親は詳しいことは聞かずに、ただいつまででもいていいよと言ってくれてる。本当にありがたい、後のことはこれから考えます。私だってもううんざりだし、これはもう離婚しかない。にしても、そしたら向こうさんはどうやって生活するつもりなんだろ。まあ知ったこっちゃないか。円満離婚ならそれでよし、何癖つけてきたらこっちにも考えがある。とはいえ今は私としても頭に血が昇ってしまってる自覚ありなので、判断を急ぐのはまずいかもしれない。ひとまずは別居で様子見にします。エネオとトメのセリフがひねりなさすぎて笑った。一気さんお疲れさん。これはもう速攻離婚案件でいいだろ。離婚離婚即離婚。しかし本気でエネオトメが浮気写真を信じてるならややこしい。慰謝料とか言い出しそうだぞ。念のため葬儀の準備を取得に越したことはない。まあこら写真の証明は簡単だろうが。その数ヶ月後、スレミンの懸念は現実となる。やはりエネオが難癖つけてきたようなのである。どうも、琴音に家を追い出されて以来、非常に楽しく生活してました。三人分の家事に追われることもなく、料理がまずいだの洗濯にシワがだの琴音にねちっこく嫌味言われることもなく、一人っていいなぁと実感し、もうあの家での生活には戻れんな。そろそろ離婚を切り出そうかと思ってたところで。けど、そのうち来るんじゃないかと思ってたらやっぱり連絡来た。おととい、お給料日だったんです。うちは共働きだったから、生活費用と貯蓄用の共通口座を作って、毎月、私と夫がそれぞれに給料の一部を両方の口座に入れるシステムになってた。と言ってもその約束が守られたのは初め数回だけで、夫は毎月何かと理由つけて振り込むのを放棄。そもそもの年収配分が私7対、夫さんだったのもあって、実質的に共通口座にあるお金は9割方私由来。あんだけ勝手に怒って私を追い出したくせにそれ以降なかなか離婚の話を持ちかけてこないのは、離婚したら持ち金が激減するのがわかっているからじゃないかと思う。しかしこちらとしてはもう別居してるし離婚する気満々なんで、出て行って以降、もちろん共通口座への振り込みはしてなかった。そしたら今日夫から電話があって、金がない、どういうことだ。と体操ご立腹の様子。聞けば、共通口座からお金を引き出そうとしたら残高ゼロだったそうな。なぜ振り込んでいないんだ、ふざけるな。で、自分が今まで振り込まなかったのを棚に上げてプンプン丸。正直、誤解だった、悪かった。って連絡くれたら元通り結婚生活を続けてもいいかなと。淡い期待を抱いてたけど無残に打ち砕かれました。もういいや。話も聞かずに私を嘘つき呼ばわりする人とこれ以上一緒には暮らしていけない。家を出ろと言われた時点で私は離婚するって決めた。もう別居しているんだから、出て行ってからのお給料は私個人の財産よ。今後そっちはあなたの収入で暮らしてください。私には関係ないので、と言って電話を切ってやった。明日にでも離婚届を郵送しよう。そういえば電話のついでに聞いたこと。例のことめなんだが、なんでいきなり戻ってきたのかといえば、離婚したらしい。夫曰く、お前が姉貴の旦那と浮気したからだ。とのことだが、何度も言うがそんな事実はないので、結局のところ真相は不明のままである。琴音夫に連絡取ろうにも、連絡先は琴音の方しか知らなくて、今のところどうしようもない。迷惑になってたらどうしよう、心配です。一気さんも被害者なわけだから気に病む必要はないと思う。むしろ琴音夫の方から謝罪の連絡があってもいいくらいだろ。妻、元妻か、がやらかしたんだからね。前に一気が奴らの暮らしを気にしてたのは、年収問題があったからか。ほんと知ったこっちゃないやね、こちらも気にしないように。しかしエネオラがこのまま済ますか、琴音の暗躍も考えられる。念のため琴音元夫の連絡先は調べておくのがOK。今度のスレミンの懸念もやはり当たったらしく、エネオたちは再び難癖つけてきた様子である。しかし黙ってやられるイッチではなかった。さて、イッチはどんな策を練ったのであろうか。夫&トメを撃退したんで報告します。やっぱり私は ATM でしかなかったみたいなんで結局こっちから離婚を切り出したわけなんだが、金づるがいなくなるとなってはこれまでの自堕落生活ができなくなってしまう。と思ったのか、はたまた琴音に焚きつけられたのかは知らないが、夫は浮気した分慰謝料よこせ、と主張してきた。
姉の夫と浮気された精神的苦痛も加味して1000万円要求する。とのこと、主張の内容も金額もアホらしすぎるわ。奴ら、本気であの子ら写真が証拠として通用すると思ってんのだろうか。とにかく一度こっちに来いと言うんで、二度と足を踏み入れたくなかったけど、私は義実家に赴いた。話し合いの日、以前と同様に応接間のテーブルで夫と会いたいす。その隣に当たり前のように鎮座するとめとことめ。そして夫が自信満々に取り出したのは、やはり以前の子ら写真。これが証拠だ、浮気を認めて慰謝料払え。って言うんで、私は準備してきたものを取り出した。ホームページを印刷したコピー用紙を数枚。約半分は私の職場がホームページで公開している社員旅行のアルバムで、残りはどこぞのカップルが SNS で公開している写真だ。この浮気写真はコラージュです。見てください。この写真の私の顔、このアルバムの写真と同じ。体はこちらのカップルですよね。これもそう、顔はアルバムにあるし、体はこれ。いくつか説明していくと、みるみるうちに3人の顔が青ざめていった。あ、姉貴、これは一体どういうことだ？と聞かれたことめは泡を食って、私にもさっぱり、どういうことかしら。とごにょごにょ言っているが、準備してきたものはまだあるのだ。次に取り出したのは USB メモリとノートパソコン。パソコンを開いて USB メモリの内容を表示すると。出てきた、こら写真と全く同じ写真が勢揃い。なんなのこれ？とことめが聞くので、お答えしよう。慰謝料云々の話が出てきてさすがにどうにかせねばと思った私は、以前正月に会った時に耳にしたことめ夫の勤め先に電話し、彼と連絡を取ることに成功した。事情を説明して家のパソコンの中身を調べてもらったところ、ことめが作った画像が保存されているのが見つかった。証拠くらい消しとけよ。まあ、なくても復元を試みるつもりにはしてたけども。職業柄、パソコンには結構強いんでね。そのデータを USB に保存してもらって、義実家に行く道すがらに受け取ってきたのだ。いけない、忘れるところだった。伝言を預かったんでした。ことめさん。元夫さんから伝言です。浮気したのはもういい。だが、他人に迷惑をかけるのは言語道断。これ以上は放っておけない。出るところに出るから覚悟するように。だそうです。それを聞いたことめは一気に青ざめた。実はことめのところの離婚の原因は確かに浮気だが、やったのはことめ元夫ではなくことめの方だった。浮気がバレて元夫に何言われるかと怯えたことめはひとまず実家に避難。自分ができるだけ責めを負わずに済む方法はないかと考えた結果が、元夫の浮気のでっち上げだった。偽の浮気相手には私をセレクトし、邪魔者を追い出せて万々歳というわけだ。当然、元夫としては身に覚えは全くなかったんだけど、彼ももうことめには愛想を尽かしてできる限り関わりたくなかった。これ以上揉めて長引かせるよりさっさと終わらせたいという思いから葬儀は避け、慰謝料なしでの離婚に応じたのだという、偽装の浮気相手が私になっているのは大いに気になったのだが、元夫の方も私の連絡先は知らず、むやみに連絡を取って事態を悪くしたら困ると思うと、何もできずにいたらしい。ことめがこら写真を使って私を追い出した上離婚に至らしめたと聞いた元夫は、大変申し訳ないと机に手をついて謝ってくれたが、あちらは何一つ悪くないわけで、逆にこっちが恐縮してしまったよ。つまりこれまでのことは全て、ことめさんの自作自演です。お分かりいただけました？私はこれ以上ことを荒立てるつもりはありません。財産分与は半分でいいし、慰謝料もいりません。何も言わずに離婚してくれたらそれでいい。で、何か言いたいことありますか？と言ったら夫ととめは首をブンブン横に振ってたので、離婚届に判を押させてそのまま置いとました。家を出た時に何やら夫ととめが怒鳴る声が聞こえてきたけど、私には関係ないことだ。ああ、やっとすっきりできた。今思えば、夫との結婚生活で幸せだったのは初めの数ヶ月くらい。それ以降は金の稼ぎ手兼使用人扱いで、楽しいと思うことなんてなかったな。当たり前になってたこの現実から逃れるきっかけを作ってくれたことめには、感謝してもいいかもしれない。これからはシングル生活を楽しもうと思います。結婚生活が続くと、麻痺してしまうことってあるんだろう。ことめに感謝する必要はないけど、良い機会になったのは確かだね。これからもっと良い夫に巡り合って再婚する可能性も大いにあるだろうが、今回の教訓をぜひ今後に生かすべき。って偉そうだな、ごめんよ。終わり良ければ全てよし、オツでした。ことめの策略により浮気の濡れ衣を着せられて家を出る羽目になった一致だが、証拠を突きつけて無罪を証明した上で離婚し、人生を再スタートすることができた。もしもあなたに一致のようなことめがいて今回のようなトラブルを抱えていたらどうしますか？コメントにて教えてくださいね。またにちゃんのスカッとすれ、一致バーサス義家族シリーズを再生リストにまとめました。様々な奇策でドキュン義家族に復讐する一致たちの勇姿が見れるのでよかったらご覧ください。それでは今回はご視聴ありがとうございました。